皆さん、こんにちは。こんにちは。始まります。シリーズ、デジタル認識が世界を変える。イエーイ今日も、野さんにお話を伺いたいと思います。今日はですね、先生。組織の経営者や人材を育成する人であれば、誰もが知りたい内容だと思うんですが、今日のテーマは、受動的感覚から自由になれない認識機能と、能動的感覚が育つ認識技術の違いについて聞いてみたいと思います。そもそも認識技術ということなんですが、なぜ認識に技術が必要なんでしょうか。この認識機能と認識技術の違いとは何なのか教えてください。そうですよね、認識技術って言ってた人いなかったんですけどね。そうですよね。初めて聞きます。なんで山があるから山を見て、海があるから海見て、そのほどに技術が必要なのって、うん、そうですよね。私でも見えますけど、うん、そうそうそう、そのことはね、技術の世界じゃなくて機能の世界、認識機能って言ってます、うんうん、だから人間がね、まあ先天的にね、もう持って生まれるもの、お母さんのお腹からも全部ねセッティングされて、おぎゃーって出て、うん、まあね、山があるから山を見る、ね、海があるから海を見る、だから受動的感覚って言ってるんですよね。なるほど。大笑い番組を芸能番組って言うよね。います。芸能と芸術の違いは何でしょう。芸能と芸術。芸能はね、全てが条件反射でね、仕組みがしっかりできている状態。芸能番組で、ね、芸術はね、ちゃんと自分のね主体的にしっかりね哲学的な思考が入ることが芸術って言ってるんですね。なるほど、うん、だから認識の世界でも、だからね、うん、お笑い番組のようにね、機械的条件反射で全てのやり取りができている状態でやっていること、これをね、認識機能っていうの。なるほど。もう常にもう全てがセッティングされている、初期セッティングのまんま。確かに、うん、生まれてから何の努力もしなくても、目を開ければ見えますもんね。そうそうそう、見えるし聞こえるし、これがだから受動的感覚で、機械的条件反射で、ね、起きていること、これを認識機能って言ってる。認識技術はそうじゃなくてね、うん、このボールペンがあるからボールペンを見るじゃなくて、このボールペンはボールペンじゃないもの。じゃない。ボールペンじゃないものによってボールペンができて、いつかはボールペンじゃないものになるよね。確かに、うん、確かにそうですね。だからそこには C が哲学的な死語が入るんだよね。A イコールノット A。あ、ボールペンだけどボールペンじゃないとかね。うん。山だけど山じゃない。ね。海だけど海じゃない。ね、その形で、だから認識機能に依存して、ただパッと見てふっと思って終わり、うん、じゃなくてね、ちゃんと考えている、ね、うん、あ、この山は何かに依存して山にある、この海は何かに依存して海になっている、ね、この体も何かに依存して自分の体が存在している、うんうん、だから何かに依存して存在するじゃなくって、自ら、ね、存在しているその世界とはどういうことなのか、ね、うん、だから山が存在するために空間に依存するんだよね、うん、地球という空間があって山があるよ ね、 そうですね、地球空間ないままで山はありえないじゃないですか、うん、で空間も何かに依存して、ね、空間が成り立っている、ね、空間はどこに依存しますか。空間はどこに依存しているんでしょう。時間なんだよ、時間。時間がない空間はないの。確かに。うん、時間はね、どこに依存している。時間はどこに依存しているんでしょう。ね、うん、点って言ってるの、数学、物理学では。点。点1個からビッグバンして、宇宙が始まった。なるほど。じゃあ点はどこから移動するんですか。宇宙が始まった点はどこに。そのことのように、それをね、哲学的思維っていうの。なるほど。で認識もだから一番そのように深いね、うん、依存、ね、しない、自らね存在する世界
をどうディファインして、そこからだから時間が生まれ、空間が生まれ、多様な存在、物質的なね存在が生まれ、生命が生まれ、精神が生まれる、ね、そのことを哲学的思議を使ってちゃんと見ることを認識技術って言っています。なるほど。だから人間が主体的に、自発的に、能動性的になるためにはね、認識技能ではね、なかなか難しいの。なるほど。機械的条件反射で反応するだけだから。なるほど、ね、だから本当にアイデアがバンバン出して、ね、イノベーションがバンバン起こすためには認識機能じゃなくて、今ここ認識技術を使って物事を見ることができるか、ただこれ見て、あ、ボールペン終わりじゃなくて、あ、どういう仕組みでこのボールペンが今成り立っているのか、ボールペンじゃないものがボールペンになる、ボールペンがボールペンじゃないものになる、ね、その仕組みが分かった時に、じゃあ今のボールペンはどんなプラスアルファが必要、プラスマイナスアルファが必要なのかって、商品開発にもね、この認識技術はとっても大事ですね。なるほど、はい、考えることができない時代にこの認識技術というのは本当に必要ですね。そうでしょ、はい、科学技術の次の未来技術は認識技術です。間違いありません。なるほど、はい、はい、野先生ありがとうございます。ありがとうございました。